家の中でヘリコプターの練習するのはやめましょう。レード何だ SV 何だ何だって何だ何だ何だ6軸以外でヘリコプタービライズ機能で超安定こういうのね奥行きは、まあ、あねえな奥行きが、奥行きが分かんない、危ない危ない危ない奥行きが、ピラちゃん危ない、猫に当たる、猫死んじゃった、猫死んじゃった、ねえ、何？例えば、こう、まあ当て鍵言ったらオート補正をするでもね。ねえねえ、僕今怖い。ああ怖い。普通に飛んでくるから。で、なんだっけ？家の中で、ヘリコプターの練習をするのはやめましょう。右と左の、まあ、ヘリコプターの仕組みなんですけど、家の中でヘリコプターの、練習をするのは危ない。天やめておっとカーテンに引っかかって落ちました。そうすると安全機能はこれね壊れないんですよ。安全機能が働いてすぐ停止モーターがね、いっぺんこうやってリセット、よしね。またこれを今何分とほらもうだってもう5分近く飛んでるのね。モーターもね、あバッテリーもねすっごい持つんですよ。ね、家の中でヘリコプターの練習をするの危ないのでやめてください。オートスタビライズ8の超
大バル大バル8バル綺麗だテールもこんなに止まるあ、赤い降りるよバッテリーがなくなりましたはいうんね、いいね。はい、赤い点滅バッテリーが少なくなると点滅して教えてくれますで気づいたらスッと下ろせばヘリコプターが壊れることはありませんこれで今6分、ね、だから5分6分近くは多分150のバッテリーですけど飛んでますでこれ本当はねあの 3D なんですこれこんな見えて家の中ではちょっとね背面ホバリングできんね、ナノ2Sでした。